サブレテネットなんですね。あのトランプ大統領が前のめりで解除しましたが、やっぱり来年に進む。あのシナリオとしてですね、この来年にかけてまだ感染症が増え込むというシナリオで考えると、アメリカの成長率は今年マイナスの半